歯科カレッジの放送を始めていきます。本日のゲストは坂本社長と鈴木さんです。坂本社長、鈴木さん、こんばんは。こんばんは。あ、はい、本日よろしくお願いします。では、まず坂本社長様の方から自己紹介お願いいたします。はい、私愛知県の豊田市の方で、ライフデザイン事業とソーシャルデザイン事業をやっております。合同会社 P ビーンズ代表の坂本亮介と申します。所有資格は理学療法士と介護支援専門員を持っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では続きまして鈴木さん、自己紹介お願いいたします。はい、同じく合同会社 P ビーンズの鈴木洋平と申します。旅行サービスジェプトを運営しておりまして、所有資格は理学療法士と国内旅行業務取扱い管理者を持っております。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではまず坂本社長様の方からお話をお願いしたいんですけれども、ご準備お願いしてもよろしいでしょうか。はい、で画面共有させていただきます。はい、お願いいたします。はい、それでは、合同会社 P ビーンズの、ご説明をさせていただきます。うちの会社、地域共生社会に向けた人、物、ことをデザインする会社というような、定義付けをさせていただいております。で P ベースというものがお店の名前になりまして、通称こちらではもう P ベースというふうに呼ばれております。でこう人物ことっていうところで、在宅医療介護に関わる、人間としてやっぱり人間性と専門性を育て続けるということが人物っていうのは、在宅生活を送る上での、暮らしに役立つ商品が、今後必要になってくる。でことというものが、ご利用者さんの生きがいを作っていく。まあ、これを掛け合わせていくことを面白おかしくやっていければなというふうに思っております。で私どもの、会社は愛知県の豊田市内で事業をやらせていただいておりまして、こう地域包括ケアシステムに当てはめていくと、まあ、医療、介護、生活支援というところで、事業がいくつか分かれておりますので、まあ、豊田市内の地域包括ケアシステムの一端を担えるように、あらゆる事業を、やりながら必要なサービスを今後、やっていきたいなと思っております。でこれを整理しますと、オレンジ色の部分がライフデザイン事業という、一般的に言われる介護事業になります。で、まあ、デイサービスが4つ、訪問看護ステーションが1つ、マネジメントチームという、居宅介護支援事業所、ケアマネさんがいる事業所が1つで、今年度から、住宅改修ですとか福祉用具のレンタルで、そこで、最近今どんどん開発が進んでいる、リハビリロボットとか、まあ、そういったものの開発を、一緒にやっていく予定で考えております。で緑色の部分が、ソーシャルデザインということで、社会をデザインするというところで、トヨタ多世代参加支援プロジェクト、これはあまり知られていない重層型支援推進事業ということで、トヨタ市さんから委託を受けて、事業をしてまいります。あと地域づくりの一環として地域防災、あとは豆吉カフェで、今日話のある旅行サービスジェプトというようなことをソーシャルデザインとしてやらせてもらっております。で実際どんなことをやらせていただいているかというと、まずこの未来シニア活躍プロジェクト、これはご利用者さんが地域で活躍できるための、プロジェクトを、これも4年ほど前から作らさせてもらっております。地域の見守り隊、要は小学校の下校時間に合わせてご利用者さんが、車の案内をする、小学生が安全に下校できるようにするとか、まあ、そういった地域の課題を一緒に解決するということをやっております。
でまず1店舗目のデイサービス P ベース寿店ということで、これは倉庫を、改装したデイサービスになります。2つ目 P ベース清水店というデイサービスになります。これは、まあ、運動するスペースと、作業をするスペース、まあ、ここでなんかは、復職支援なども、やらせていただいております。でこちら、P ベース高橋店、これイオンのモールの中に、お店を構えさせていただきまして、こういうラダーを使ったトレーニングですとか、トレーニング終わった後にイオンで買い物をするようなサービスを、ここのイオンの中でやらさせてもらってます。でこちら4つ目のデイサービス、ヨットイレン、まあ、半数以上の方が認知症を抱えた方になりまして、お風呂食事付きのサービスで、横に農園があって、そこの農園で採れたものを、自分たちで調理をして食べて片付けをして帰るという、まあ、第2の住まいというようなコンセプトでやらさせてもらってます。でこちらが、訪問看護ステーションと居宅介護支援ということで、こちらは、まあ、看取りのケアですとか、神経難病の方とかが多く、ご利用していただいておりまして、まあ、看護師、PT、OT、ST、あと、ケアマネージャー、まあ、これをチームで運営をさせていただいております。でこちらの方は、私も理学療法士持っておりますし、うちも理学療法士が、14名ほどおりますので、企業さんに出向いて運動指導をやったりとか、健康経営のお手伝いをしたりとか、まあ、そんなようなことを、やらさせてもらっております。でこちらの豆吉カフェ、これソーシャルデザイン事業というものになりますが、医療福祉の人たちが集まるようなカフェということをコンセプトに、やらさせてもらっております。まあ、昼間はランチ、午後は、ワーキングスペースということで、地域のボランティアさん、あとは障害を抱えた高齢者の方が、ここで作業をしたり、地域のコミュニティを作ったり、まあ、そんなようなことをやらさせてもらってます。はい、で最後ですね、今回あの本題になります旅行サービスジェプットというサービスがあります。こちらの方はまた鈴木の方から詳しく説明があると思いますが、要介護認定を受けた方、もしくは障害のある方が旅行を諦めてる人がたくさん、お見えになります。まあ、その方たちに旅行は諦めてほしくないという思いで、旅行サービスジェプトを、立ち上げさせていただきました。まあ、詳細については、鈴木の方から説明をさせていただきます。合同会社 P ビーンズの説明は以上になります。ありがとうございます。はい、坂本社長ありがとうございます。あの私自身始まる前もお伝えしましたが、あの理学療法士さんで社長さんでこんなに多岐にわたってお仕事されてる方、あの坂本さんが初めてなので、やっぱ単純にすごいなって思います。いえいえ、まあ、やってるのはあのスタッフさんなんで、あの僕は見守って事故が起こった時に、頭を下げるっていう、ただそれをひたすらやってるっていう感じです。いやもうあのそれをしてもらえるだけでスタッフはすごいありがたいですからね。いやいいですね、ありがとうございます。じゃあ一回ちょっと共有を切っていただいて、はい、じゃあそのまま鈴木さんの方にお話を切り替えさせていただければと思います。じゃあ鈴木さん、続きで準備お願いしてよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、お願いします。よろしいですか。はい、大丈夫です、お願いいたします。はい、旅行サービスジェプトの鈴木と申します。よろしくお願いいたします。まずジェプトのことを説明する前に、なんでこういうサービスを始めたかと言いますと、私も坂本ももともと
理学療法士の現場で働いていましたが、在宅分野で、仕事をしてまして、在宅の生活されている患者さんたちがどのような生活をしてどのような機能維持をして、まあ、どのような生きがいを持ってっていうのを常にこう自問自答しながら、普段の現場を行ってまして、で私も坂本も担当共通の担当をしている患者さんがいまして、まあ、その方を何とか旅行へ連れて行きましょうという話からですね、スタートしておりまして、で、まあ、どうすればいいかって全く分からなくてですね、旅行のやり方も分からないなっていうところが始まりでして、まあ、そういうのを提供してくれるサービスがあれば、いろんな患者さんをいろんなところに連れていろんな思い出や生きがいを作っていただけるかなと思いまして、スタートしております。ジェプトと言いますが、頭文字を取ってジェプトと言ってます。ジョイピートラベラーズ、ポジティブに楽しむ旅人たちという意味合いで行っております。2017年の5月に3名の理学療法士と作業療法士で立ち上げました。で最初は旅行代理店で行ってたんですけども、2018年の8月から愛知県の方に第3種旅行業の方を申請しまして取得しましたので、正式な旅行会社として旅行事業の方を今展開しておりまして、障害者あの方を中心に行っております。でビジョンミッションはこのようになりまして、行きたいやりたいが誰でも叶う世界を作る、またミッションとしましては、私たちは障害や高齢を理由に旅行を諦めている方が旅行旅に出会って一歩踏み出す気持ちを引き出しますというところを、軸に行っております。で在宅で生活されている方々、障害者の方、シニアの方、いろいろ見えると思うんですけども、いろんなことをやりたいなと思うんですけども、いろんな理由で諦めている方が多いと思います。でその中で、私たちが普段現場から感じるところで、一回何かをできないと思い込んでしまうと、この左側にある負のサイクル、やりたいことを諦めてしまうサイクルになってしまう傾向があると思います。やりたいことができないという思い込みから始まりまして、できないことだらけになったり、以前の生活のギャップを感じたり、周りに迷惑をかけてしまっていると感じたりとかですね、ちょっと負のサイクルになってくるんですけども、まあ、そこで私たち、まあ、ジェプトの方で、いやいやそんなことないですよ、できますよというようなところで声かけを、いやいろんなアクションを起こしていきます。そうするとその方の意識が変容しまして、もしかしたらできるかもしれない、知れないなという思い込みを持っていただくと、そこから性のサイクルの方にこう転換していくパターンがかなり多いかなと思っています。女性のサイクルに入りますと、まあ、トライしたい気持ちとかチャレンジしたい気持ち、チャレンジしてみると仲間ができて、で仲間同士で次のチャレンジを考えたりとか、ね、こう性のサイクルにどんどん回していろんなところに、旅行に行ってもらったり外出してもらったりというのを今行っております。でジェプトですけども、最初旅行なんて無理だわって思った方を、まあ、一歩踏み出して旅行へ行っていただいて、人生より良い時間に変えていただくために私たちは常に、活動をしております。私たちは第3種旅行業を取得してまして、基本的にどんな旅行もプランニングができます。国内旅行、海外旅行、手配、プランの作成のみも行えます。で弊社の方で今行っているのは 3つの、カテゴリーの旅行になります。プライベート旅行と団体旅行、グループ旅行、この3パターンで旅行の方を運営しております。少しこちらの方を紹介させていただきます。まず団体旅行なんですけども、新型コロナウイルスの影響で今はなかなか行われてないのが現状なんですけども、コロナ禍以前の旅行のことを少し紹介いたします。メリットとしましては、デイサービスの方同士で一緒に外出できたりとか、かなり久しぶりの旅行でも大人数で行けて安心でしたり、旅を通して仲間ができるというメリットがあります。一例です。こちら、弊社が愛知県ありますので、まあ、隣県の岐阜県飛騨高山に旅行に行ったものですね。
でこういうホテルで、行ったり古い街並みを散策したりしたものになります。でこちらも岐阜郡上八幡のサンプル作り体験ツアーですとか、滋賀県の彦根城と近江牛のグルメツアー、こういうものも団体旅行でそれぞれ30名から40名ぐらいで、行っております。見ていただくと分かるように車椅子の方もかなりおります。だいたい車椅子の方はいつも、全30名参加される中のだいたい1割から2割ぐらいの方は車椅子の方も見えます。でこちらも滋賀県の信楽の陶芸体験ですね。作業療法の方でこういう陶芸を作ったりするのもリハビリの中にあるんですけども、それをまあリアルに作りに行きましょうというものです。あとは静岡県浜名湖の遊覧船のツアーです。で高齢者の方、シニアの方はうなぎっていうのはかなり好きでして、これはかなり人気のツアーになりました。で今こちらが主流でやってるんですが、グループ旅行になります。グループでハイエースやノアを使用して行っております。こちらのメリットとしましては、気の知れた仲のいい方同士で旅行できたり、まあ、団体旅行に比べましてトイレなどが臨機応変に対応できるというところが、とてもいいところです。で実例いくつか挙げさせていただきます。こちらは岐阜県の恵那峡にそば打ち体験ツアーを行きました。まあ、なかなか脳梗塞の片麻痺で、まあ、一足が使えない方でもですね、こういう綿棒を使ったりそば粉を練ったりという活動にも参加することができたプランになります。でこちらは海釣り、篠島、愛知県の三河湾に浮かぶ篠島というところで、タイやフグが有名なんですけども、こちらにタイを釣りに行きました。パーキンソン病の方2名と、あと脳梗塞の方2名ですね、一緒に行かれてます。あと、女子旅というものがありまして、女性同士、仲のいい方同士の旅行グループがあるんですけども、そちらの方で天竜峡のライン下りですね、激流下りの方に行ったりしております。で愛知県ですので、中日ドラゴンズが、愛知県内名古屋ドームにあるんですけども、プロ野球はどの方も好きな方が多いですので、プロ野球の観戦ツアーの方も、定期的に行っております。で少し遠目だと、広島へ女性、ここもパーキンソンの方ですけども旅行へ行ったりして、いろんな QOL をかなり高めていただいてます。こちらの方 JR さんにかなり協力していただいて、乗り込みですとか座席配置などもとても、快適に旅行をするように、支援していただいてます。でこちらがプライベート旅行になりまして、ご家族で伊勢神宮参拝したプランになります。脳梗塞発症されて10年の方なんですけども、まあ、発症後は全く旅行に行けてなかったんですが、まあ、ぜひ旅行に行きたいということで、同行者が、一緒に同行しまして、家族も一緒に行かれた旅行になります。でこちらは、4泊5日の北海道旅行になります。ご両親が高齢で癌を発症してるんですけども、その娘さんが脳出血発症されてまして、まあ、両親だけだと介助がちょっと不安ということで、まあ、弊社の方に問い合わせがありまして4泊5日で行ってきました。旅行先の方では北海道のタクシー会社等と連携しまして、バリアフリー環境を整った旅行を提供しております。はい、で弊社独自でトラベラーズパートナーという仕組みを作ってます。弊社の旅行を楽しみながら一緒に同行していただく登録ボランティアスタッフのことになりまして、こちらまた興味がある方はですね、ぜひ、別でお話しさせていただきたいと思いますので、学生や、有資格者、主婦の方、いろんな方が参加していただいてますので、興味ある方はぜひ、またおっしゃっていただきたいと思います。旅行サービスジェプトでは同行者の育成をしておりまして、トラベラーズパートナーとその上にトラベラーズマネージャーというものの資格を設置しております。また興味のある方はぜひ、
お話しさせていただきますので、お声掛けいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。で、私たちは旅行リハビリテーションとして学術的に考えるというところで、外部発表の方を積極的に行っております。ただ旅行に行って楽しむだけではなくて、旅行に行ったことで機能回復したり QOL が向上したり ADL が向上するという事象はかなり多く見られますので、それを数値で残してですね、学会等で発表の方も積極的に行っております。皆さんの旅行が目標へつながりますとあります。在宅生活で過ごしている方、生活切り派の方はなかなか目標設定が難しいところがあります。こんな体で旅行に行けるのかなという方から、エジプトに参加してみて思ったよりも行けると思う方も見えますし、大変だったなという方も見えます。でそれぞれが目標の課題が見えてきまして、まあ、次行きたいとこここだなとか、これなら家族だけでも旅行行けるって思われる方ももちろん見えますし、ちょっときつかったなって方は、どういうふうな体力をつけてリハしていけば再チャレンジできるかなというような目標設定が、行っていけます。で今後の企画はいろいろこういうものを考えております。患者さん自身がやりたい行きたいと思ったことを、小さな旅行会社ですので、それをすぐに形にして、プランを提供することができます。でワクワクする旅行を作り出す可能性は本当に無限大だなと、実感しております。で最後に、共に新しいものを作っていきましょうというところで、インスタ、フェイスブック、ホームページ等ありますので、まだぜひご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でエジプトの説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。途中不備があり大変失礼いたしました。で、鈴木さん、はい、質問があるんですけれども、はい、こちらの旅行サービスを通して、その旅行を行く前と行った後で何か大きな変化があったとかってありましたか？はい、かなりいろんな変化が皆さんあるんですけども、まあ、その中で、分かりやすいのは、QOL の面でですね、主観的幸福度というものを、スケールで測ってまして、基準値以下の方がですね、QOL の満足度が満点になったという方も見えますし、全く旅行に行けてなかったのにもう毎月のように行くようになったという方も見えますので、そういう心境の変化とかはかなり感じてます。やっぱりそうやって聞くと、最初の一歩を踏み出すのが結構大変っていうところなんですかね？そうですね、そこが一番のポイントで、最初の、これスライド戻っても大丈夫です、ね、大丈夫です。最初の方のレバレッジポイントのとこなんですが、どうしても、皆さん自分から行くっていう人がなかなかいなくてですね、うん、大体の人が、まあ、私障害あるから行けないよって思ってるんですけども、うんうん、あっても行けるんですね、うん、旅行行っちゃえばできちゃうんですよ、うんうんうん、だからそれがわからないので、僕らがまあ経験値や身体機能の状態や ADL の状態から何々さん今の状態ならいけますよっていう、こう言うできるよっていうプラスの声かけをするだけで一歩踏み出せる方がかなり多いんですね、うんうんうん、でそこができてしまえば、この性のサイクルの方になってですね、じゃあ次の旅行次の旅行っていうリピーターに皆さんなっていただいているのが、まあ、今の現状です。うん、これだけ実績を積まれると、やっぱりこういった状況、こういった体の状況なんだけれども旅行に行けるんですかねみたいな個別な問い合わせも実際にはある感じですか？はい、ありますね。弊社のパンフレットやホームページ見ていただいて連絡をくださる方も見えますし、病院の方からですね、まあ、こういう方ですけども相談員の方からこう直接問い合わせある場合もありますので、それはやっぱりはい、なるほど、わかりました。僕らが、まあ、
リハビリの専門職なので、はい、体の機能とかですね伺って、でその方の今の現状を把握した上での、まあ、旅行プランの提案ですとか、そういうところを、やっております。わかりました。ちなみにこのジェプトさんのプロジェクトに何かしらのか形で関わりたいって思ってる専門職の方もいると思うんですけど、その場合って何かご協力できることってあるんですか？はい、私どもの旅行に一緒に同行していただくトラベラーズパートナーっていう登録制のボランティアになっていただくことも可能ですし、今働かれている医療現場、介護現場の方で、担当されている方、施設の方を一緒に連れてきたいなっていうふうなことでしたら、私たちの方でプランを組んで実際に行っていただくっていうこともできますので、いろんな一緒にできるやり方がありますので、ぜひご相談いただきたいなと思います。なるほど。鈴木さん、せっかくなのでもう一回最後のあの QR コードの画像だけ出しておいてもらってもいいですか？はい、多分そちらから検索すると今の問い合わせ先が分かるような形になってますかね？そうですね、このインスタの方が一番最新になってまして、ホームページは新しくなってますので、こっちからインスタの方から飛べますので、インスタ、フェイスブックで、この PBS のホームページの方からも飛べますので、また新しいホームページを見ていただければと思います。はい、ちなみになんですけど、まあ、あの PBS さん、ジェプトさんも愛知が基本的に活動拠点だと思うんですが、東京の、はい、その私一応東京都なので、東京都の方がジェプトさんにお願いするっていうのも OK なんですか？はい、あのいろんなパターンがありまして、そういう個別での対応もあのできるところはかなりありますので、一度ご相談いただきたいなと思います。わかりました、ありがとうございます。そうですね、じゃあご連絡先、何かわからないことがあれば、今こちらに映っている QR コードの方、まあ、一番最新のものがインスタグラムということでしたので、まあ、インスタグラムのアカウントをお持ちの方はそちらの方から PBS さん、ジェプトさんの方にお問い合わせいただければと思います。という形で、画面共有を戻していただいてもよろしいですか？はい、はい、という形で、本日は坂本社長と鈴木さんにお越しいただきました。お二人ともお忙しい中いらしていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと放送終わりにするので少々お待ちくださいね。在宅歯科カレッジでは毎週日曜日に YouTube にて放送を行っております。 もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいねよろしくお願いしますという形で、お二人とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。